ミルコンだもんな。キルコン嫌で。反動が強いってどのぐらい強いんだろうな、果たして。こんなもんあ、か。ごついな、なんか。え、なんかごつい、ごついしな、アイアン見にくいな、これ。近距離、遠距離、両方使えるとての敵を倒せ。書いてあったし。戦いへの確保はできているあ、だろう。俺、モロトフにしちゃった。あ、当たってる、モロトフ。よいしょ。と、狙う敵が悪かった。狙う敵が悪かった。うわ、すっげえブレ、これ。すげえけど、威力はあるかもしんないな。おお。ブレすんげえわ。威力全振り。打ち負けたわ。打ち負けた。あ、威力すげえ。あ、威力すげえ。すげえけど、まあちょっとアタッチメント次第かな。まあデフォーでも戦えなかねえな。ひとまずは。新たな位置情報を報告可能。カウンター偵察機、レディ。いや、戦えるな。どういうこと？まあ、いつも通りだ。あ、いたいたいた。あ、こっちを狙ってんのか狙ってんだか狙ってないんだかわからない。ぼったちの敵がたまに出るから、何か考えてんじゃないかって不安になるんだけど。何を企んでる？何を企んでいる？何も企んではいなかった。すぎだ。うん。アリスね、レベルを上げた会話あったと思う。おお。ヘッドはそれほど高くはないけど。違う武器が使いてえっていう時の選択肢としては、まあ、アリスね。おお。ちょっと敵と合わねえ。新たな位置情報を報告可能。カウンターが出せないと。カウンター大体出そうとしたら誰か出してるの。っていうかさ、カウン偵察機ってさ、あの何重にでも出せたよね。違ったっけ。ああ、まあ出せたね。本作ダメなんだな。いいじゃん、別に呼べるんだから出しとくよ。呼ばせてくれない。あとさ、あの、呼べないというなら、呼べるタイミングを教えてほしいんだよな。ずっと、呼べるタイミング。ストリーク連打する羽目になるから。位置情報は以上だ。なあ。ああ、なんかラグったぞ。ダブルキル。ああ、トリプルキル。トリプルキル。敵の位置をマークする。ここはびっくりした。これちょっとお上手レベル高い。お上手レベル高い。え、強いな。え、ラグったー。ラグったー。どう見てもラグった。今のカックンゲームだった。タグが山ほど落ちてますぞ。回収してくだされ。これちょっとカウンター出させてくんねえんだけど、いつ出せんのこれ。一緒出せねえじゃん。で、時代多すぎてどれが敵かわからんかった。だんだんこのマップのその車線管理ってものも分かってきたな。思いのほか壊れる壁は多いということだ。
偵察機レディ。NZ 強いな。ちょっと俺カウンター偵察機2機溜まってんだけど呼べない。お前たちならやれると思っていた。一生呼べなかった。一生呼べなかった。ノン型にしてはなんじゃないかこれ。うん、さあ貢献度が分かりますぞ。いいな、貢献しねえやつは分かるからな、スコア見りゃ。まあ怒るぞ怒るぞ。何使うべ。気に入ったから NZ 使おう。エステゲ。パトロール、目標を奪え。視覚、聴覚、触覚、嗅覚を駆使しろ。銃も忘れるな。即が設定された。即出てるわけじゃない。あ、クソエム。はい、リードしているぞ。優位を保て。へえ、カムヒア、カムヒア。足止めされてる。見て見て見て。ダオ。ちょ、疑惑のリスポーン。ちょっと疑惑のリスポーン。ひどい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 。なんで今の。え、今のひどかったよ今の。ね。ちょっとパトロールのリスポーン調整は必要だな。なんかチーデスとかのリスポーンを流用してそう。目の前敵いるんだもん、だってリスポーンしたら。なんかおかしいぞ。拠点に着く前に倒されちゃうよ。新たな位置情報を報告可能。いいんだよ。はあ。敵の位置をマークする。カウンター偵察機。おお。カウンターです。だいぶパトロール稼げたなこっち。なんかまあ。攻守とかが分かれてるわけじゃないんだけど、あからさまにリスポーンが。微妙になるパターンがある気がする。ね。ああ、うまいな。パトロールゾーンは我々のものだ。よかった、戦術マーカーとかなくて。戦術マーカーはマジでマジでやばい。あれ別にモダンオフェアとかあの戦争背景一切関係ないし ね。こいつ倒す。うわやばいやばい。パトロールゾーンを確保した。死なないことが大切だ。怖え。あのこれなんか今後ろから敵が向かってきたんだよな。危ない。うわー、めちゃくちゃブレるこれ。よっしゃ、この武器難しいわ。敵のゴリアテが現れた。よし、ちょっと誰か誰か。俺だけで守ってんだけど勘弁。はあ、疑惑のリスポーン。ああ、なんかリスポーンインターバルがほぼゼロな気がするんだけど、パッと湧いてない。一瞬で分ける。おお、スナイパー。あ、二人抜きされたのよ。パトロールゾーンを確保した。いや、もう時にはもうパトロールゾーンを遠方から狙ってる敵を撃つことも大切だと思うんだよ。というわけで。というわけで。やらかしたわ。敵がパトロールゾーンを奪った。どこだ。あっちか。わお。え？
スナイパーで見てるやつがいるな、ずっと。行って。よし。ちょっと全然見て拠点に絡めてない。俺にも入らせろ。手つかずのパトロールゾーンがある。手つかずなのよ、さっきからみんなキルになっちゃってんのよ。パトロールゾーンは我々のものだ。あー、やめて。どうだ、痛いだろ。よしよしよし、こういうところでゾーンに絡むのは難しいな。グレー投げないで。なんで後ろからリスしてる。マジで後ろからリスしてんじゃん。まあ、拠点が常に移動し続けるからリス調整も難しいでしょうな。パトロールゾーンを確保した。我々 COD の新作、初っ端リスポーンに期待してる人間が誰もいないから、ぶっ壊れることはまあ分かってることだしね。まあね。ほら、みんな拠点かめよ。ギャー、360度目が欲しい。360度モニター買うか。疲れそう。それってもう左スティックどういう操作になるのかもうわけわからなくなっちゃう。まだダブルスコアほどでもないな。早く拠点入んないと、ね、NZ 強えわ。ちょ、ガスガス。またちょっと遠方になってんな、拠点が。後ろから回ってみるかな。なんだこいつ。やばい、これ当てられないときは本当当てられないな、この武器。反動がね。うん、すんごいなんかばらけ方する。よし、パトロールゾーンは我々のものだ。よっしゃ。敵の位置をマークする。いいよ、確保できてるよ。あなたは先行して一体どこに行こうというのかね。ここから見てる。リードしている。ドーンを失うなよ。あららら、まあまあ、キルを取られようが、まず拠点に噛むこと。スナイパースナイパー、拠点に噛むことが大事なんだよ。普通に逆転もありえるしな、これね、このゲーム性。うわ、ほんとブレーゲーミング、ブレーゲーミング。このブレをカバーするとなると、マガジンを増やすかグリップマシマシにするかの二択だな。あ、いいよ、ここ守り。なぜ後ろからリスポンする。あと13ポイント。あとちょいだな。今フリーになってるよ。よしよしよし。いやこんばんは。こんばんは。ど深夜、ど深夜ですけど。ど深夜。取った。じゃあ、あと8ポイント。
奴らがパトロールゾーンを抑えた。9ポイントか。じゃあ頼むからあと9ポイントぐらいはパッと取らせてくれ。あ足止めされてる。やばい、これ逆転されちゃうまであるよ。早く取らんとね。取った。いいですね。いた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 。あと5ポイント。いやー後ろかい。奴らがパトロールゾーンを抑えた。やばいて。あと3ポイント、パトロールゾーンで衝突が起きた。よし取った。よっしゃ、ナイス。ちょっと待って、タイムよ。勝利を味わうといい。おいお前、お前なんだ38って。無理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 、いけないいけない。怒ったわ。最悪のリスポンじゃん、何これ。じゃあ敵チーム見て。何、6の人がいるぞ。ん、はい、6秒、6ポイント分しか噛んでないよ。すー、もうボロボロだよ。やばい。